じゃあお願いします。はい、なやつですか、その押さえる。いや、あの普通のプライヤーで、ええ、あの挟み込んで、こちらと、はい、こちらがマイナスになってて、この頭ですね、はい、でこちらもマイナスになってるんで、はい、まあ、一番いいのはマイナスとマイナスで一緒に回してやれば簡単に取れるんですけど。ああ、なるほど。もう一個取ります。分解するとこういう形になるんですね。はい。はい、なるほど。そうすると樽の泡が、はい、泡のあの通り道っていうのはこちらになります。はい。はい、でこの穴を通ってちょうどこちらにあるこの小さな穴を通ってきます。はい。はい、でこの中とこの中から何か細い針金で問題ないんで、まあ、こうやってちょっとつっついてやって、はい、で反対側からもつっついてやっていただきまして、はい、これをする前に一旦その熱いお湯あるいはぬるま湯に少し浸していただくとより簡単に取ることができます。はい、それが終わり、また洗浄が終わりましたら、きれいにまた水洗いしていただいて部品を元通りにつけていきます。分解する前も一回お湯で浸して、そうですね、でやってみればそれで解決するかもしれない。はい、一番簡単なのはもう洗浄に伺われた時にもうここを外していただいて、もうこれとこれを2つ同時にぬるま湯にあるいは熱いお湯の中に、うん、突っ込んでいただいて、はい、しばらく5分でも10分でも放置していただくと簡単に取れます。その後分解していただくと、より効果的に洗浄ができますので。わかりました。でこちら終わりましたら、終わりました。ありがとうございます。